今日は、小ネギの卵焼きを作ります。小ネギは、小さく、小口切りにしてあります、それを適量に使います。卵は大きめのを1個使います。で、これをまず割ります。黄身が2つ入ってます。で、これを割りほぐします。卵はこうやって混ぜるよりはこうやって横向きに混ぜる方が早く切れます。混ざりましたらこの中に、小さじ一杯のお砂糖を入れます。で、そこに、小さじ2分の1量ですね、 2.5cc です。これを醤油を入れます。で、この中に、ネギを適量入れます。大さじ2杯程度入れました。醤油と小ネギの相性がいいので、お弁当に入れたりするのにこういうふうに私は作ります。朝ごはんの おかずにもなります。卵焼き器に火を入れます。火が通ってきましたら、ここに油を入れます。油を少量入れて、鍋によくなじませます。余った油は取り出します。では中火にします。周りが、乾いてきましたし、だからちょっとまだ生ですが、これを巻いていきます。下にも流し込みます。
少し焦げ目がついて、お醤油とお砂糖のいい香りがしてきました。出来上がりです。